チャオ、あっちゃんです。今日12月の7日水曜日、眼科行ってきました。で、目ね、疲れてるんちゃうかって、大丈夫って言われた。でもドライアイやからって言って目薬をもらいました。それだけで何もなかった、よかったって思ってね。まあそれでね、また具合が悪く、具合しかまだ目がダメやったら、ね、2週間分か、ね、目薬出してあるから、またダメやったら、また来てねって言われて、1週間ぐらい経って様子見て、ダメやったら来てねみたいな。なんで2週間分出てんやろみたいな。まあよう分からん、前もそうやった気する。2週間分って言われて、何でもいいやって思ってで、それでやっぱドライアイって先生あるの治んのって聞いたら、やっぱりね、治らへんかも、治らへんとか、目が乾くからパソコンとか触ってたらどうしてもなるからって。で、その時目薬、何回も眼科キャナーかんので聞いたらもうめんどくさいから、だから市販のドライアイの目薬でもいいけどって笑いながら言ってたけど、まあできたら病院は来た方がいいよって言われる。で、老眼気にしてて聞いて、先生老眼とかなってないのって、ちょっと視力も右が 1.5、 左が 1.2 で、やっぱりね、 1.5 以上もう2とか3とかあってんけど、両方ね。でも左がやっぱちょっと落ちてきてんね、 1.2 っていうので、 1.5 の上の検査はしてくれへんだから 1.5 以上やと思うねんけど、ただやっぱり朝起きた時にかすんだりとかで、どうしてもね、こうちょっとこうプップッとこう動かしたりしたりかすんのは、やっぱり目の筋肉とか、そういうなんていうの、ピント調整のとこが不具合出てんねんけども、そんなんは仕方ない、仕方ないよ、もう年かよみたいなでも、老眼、出るかも分からへん、近いうちに出るかも分からへんけど、今のところ大丈夫ですって言われて、で、老眼のその眼鏡みたいな、老眼鏡を合わせて、一番度の低い老眼とかかけていったらマシになる、ちょっとは見えやすいかも分からへんけど、やっぱり気持ち悪くなるかも分からんって、まだそこまで行ってないって言われた分からん、いいわと思って、で、終わってきて、お腹減ったから、ラムでお買い物して帰るんだけど、ラムのたこ焼き食べて帰ります。で、今日のコーデね、ふわもこのセーターと赤いスカートですと、黒のストッキングです。今日ね、たこ焼き買いに行ってくるから、カメラね、そっち向けておきます。ではではちょっとたこ焼きを買いに行ってきます。はい、ということで100円たこ焼きを買ってきました。あちゃんの今日のお昼ご飯は100円たこ焼きです。ユニアツはね、いろいろ使うことがあるからさ、こういうところは節約しとこうかなと。6個入り、十分これでお腹いっぱいなんねん。めっちゃ熱々じゃないね。食べやすい、食べられる。お茶はね、お茶は持参なの。
パッと食べて、今ね、ダムでお買い物してドンキ見ていこうか迷ってんねんけどね、一応見ていこうか。ドンキ見て上司によって灯油買って帰ろういろいろと言って帰るの。100均乗りたいんだけどな。ラムネよこの100均ね、あんまり売ってないの、品揃えが悪いのよ。もう一杯は中がいっぱいなんだけど、なかなでででで寒い中寒いからコート羽織っていきますね。今日も嬉しかった。よいしょとラム行ってきます。うん。まっちゃんの今日の昼ご飯はたこ焼きでした。今日ね、短い動画になっちゃったけども、うん。車の中でラムの100円たこ焼きを食べましたっていうあっちゃんの昼ご飯でした。はい。ではラムお買い物行ってきます。はい、ラムでお買い物してきました。中にあの、ね、カレードーナツ、カレーパンみたいなやつが94円の半額やって思わず買っちゃいました。47円食べましょう。お買い物したらね、ちょっとね、小腹が空いたわけじゃないねんけど、たこ焼きだけやと夜まで持たへん気がする。だからカレーパンを。あちゃんカレーパン大好きでさ。よいしょ。よいしょ。あかん。あかへんやんか。よいしょ。次ね、ドンキで降りるから、もうね、寒いからこれは脱ぎません。カレードーナツをいただきまーす。カレーパンっておいしい。カレーね、ほんのり辛くて、後味甘いねん。で、パンもね、そこそこおいしい。ラムね、店の中で作ってんのかな、なんか美味しいよってみんな言ってて、あんた買ったことなかったよ、ラムのパンね。いいです。ちょっとピリ辛や、美味しいわ。
がいつものレジのおばちゃんや。いつものレジのおばちゃんが今上がったんや。昼の休憩かな。夕方来てもいてるからな、あのおばちゃん。この車の人と喋ってる。うん。諦めん中でね。結構おばちゃん。うん。結構おばちゃんに怒られるけど。うん。あっちゃんっていつも見てるよって言って声かけられた。いつ帰るかな思っててんとか言ってお昼ご飯は、147円です。たこ焼き、100円たこ焼きとカレーパン1個。安っ。ってことで、ドンキ寄って、ドンキに寄って、上司行って、灯油買って帰ります。ドンキ移動しましょう。